さあ今日は久しぶりに KOF オールスターやっていきましょう。クロスチェンジャーの高難度が来たんでね、やっていきましょう。まあ何回かやったんだけど、クソ強いなこれ。ちょっと油断したら負けてしまうわっていうような感じの強さ。結構やり込んでたのにボコボコにされるってね、ちょっときついねこれ。これはまあでも当たり前か。だってインフェルノだからな。白猫でいうヘルとかモンストの何だったっけ、あれ豪絶だったっけとか、そんなやつでしょ。そんなんはさすがに始めたばかりの人は無理かな。せっかくバレンタインのイベントでね、多分新しい人も入ってきたと思うのに、こんなんが出たらちょっとドン引きするぐらいの強さだなっていうのはね。いやむちゃくちゃ強いんですよこれ本当。あ、リョウがいた、よかった。でこれでいきますと。あーしまったな、順番マイをこっち持って、まあいいか、関係ないんだったっけ、関係ないか。じゃあこれでいいや。そのね、ちゃんとアイテム獲得を一番に置くことで、このフレンドとかね、ギルドの人たちに得してもらおうっていう寸法で、俺は真ん中のね、オロチを使っていきます。オロチを持ってても結構しんどい。まあ多分ね、うまいプレイヤースキルがすごい人だったら、ポコポコにできるんだろうけど、下手くそなんでね、ちょっと時間かかるかなっていう。戦闘力2万あるんだけどね、2万あるんだけど俺下手なんで3分ぐらいかかるんじゃないかな。じゃあ行きましょうかね。あ、量全然育ててないね。60までしか育ててないんで、こう戦闘力足りてないですよって言われる毎回ね。いいんですよ、報酬のために置いてるんで。報酬とかつ紫の攻撃力 50% アップだね。ね、なんか iPhone6S のせいかわからんけど、カクつくんだよな、このインフェルノ。今までずっと大丈夫だったのに、インフェルノだけすんごいカクつくんだよ。これ下がらんとね、わ、消された、消された。え、あっちも消された。マジかよ。いつもとなんか動きが違う。ちょ、やめて。こんな感じ、むっちゃ強いんだよ、こいつだ。あ、じゃ、ここで待ってるとね。行くんだけど技がない、技がなかった。うわ、ごっつ下手じゃないか。しかもなぜか当たってない。なんかね、このオロチの軸攻撃が弱いんだよな。通常攻撃ペチってしてもね、当たらないんだよ。ちょっとでもずれてるとね、当たらないんだよな。ここでドンドドドド、ほら全然当たってない。なんで、やめてやめて、ちょやばいやばい。もうね、多分ハロウィンクーラーとか使ってるともうこの時点で死んでるからね俺。このオロチの強さだけを、いや平均2分でクリアしてたのに、ちょっと今回雑魚戦だけで1分かかってね。めちゃくちゃじゃねえか。あーダメだ、しかも打ち上がらん、なんでだなんでだ。さあもうこれは全部声優のせいにしたぞ。やっぱりラルフは なんだったっけ、モンスター前塚だったっけ、モンスターコツ塚だったっけ、忘れたのがいいな。ほんとなんで声優変えたんだろう。あれかな、同じ声優いすぎたからかな。ベニマルとチョイと、あと誰だったかな。結構何人もあるでしょ、モンスターさんがやってたでしょ。だから変えたんかもしれない。どこ行った、どこ行った、あ、上にいた、上にいた。あー逃げられた。次ここでワールで、うんとこのまま打ち上げると。まだ落とさん、あ、落ちたんだ、間違えた間違えた。
間違えた間違えたんだって間違えたんだって許して、ま、なんでしかもそっち殴って痛い痛い痛い、こんだけ殴られてんのに本当強いよな。あ、何それ何、あ、倒しきれなかったね。ちょっとすみません、ちょっとすみません。よっ、うわー、調皮が打てなかったー、というかかかりすぎでしょ、俺時間。痛い痛いな痛いな痛いな、3分もかかっちゃった。これもしかして外すやつだね、ほらやっぱりやっぱり。あーでも倒した、3分もかかった、おかしいな、いつも2分ぐらいだったのにな。最初のザク戦でちょっと手こずりすぎたんだな。いやでも難しいよこれ、ほんとこれ難しいよ、むっちゃ。1分とかでいけるのかな、2分は俺はいけたんだよな。最初どうしたかな、最初下がって、いや違う、最初こうじゃなかった、痛い痛い痛い、だってここでここでさっきのやつを使わんとダメだもん。ここで後ろから2人走ってくるから、ここであの、なんで燃えてんの、無敵じゃないの。あ、まだ行ってるまだ行ってる、よしよしじゃないな、まだ、あ、なんか出てった、なんか出てった、こいつこいつこいつ取らないと。まだ生きてるまだ生きてる、よし、さっきよりは早かったぞ、でも頑張って2分だからな。そして赤までしか行かない、あ、クラークか、クラーク打撃技じゃなかったかな、ラルフの方がよかった。うわー今だ、この後だ、うわーくそ、あーこれダメだな、続かんな、こいつのはほんと。あ、まだまだ向こう行くなや、あ、ひるんだひるんだけど、よっしゃこっから、あーでももうもう間に合わんかなこれ、2分いかんな、難しいな、あー来てもた、何やねんその技、まだ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 、あー残念、なんでそっちに行った、もうこのオロチのたまに意味不明な動きが、悪悪悪ったれ悪ったれ、たまってねー、なんでそっち行った、あーなんで止まったそこで、もう、うわー来たー、やつが来たー、消されたー消されたー、な、何どこに行ったどこ行った、あもうライフ出てんの、あ僕られてる僕られてる、ちょ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 、お前お前なお前な、またこれ反対向いてる、誰かつかない、よっしゃこれでなんとか、あれラルフに当たってなくね、やっぱりやべやべビーム来てる、結局結局3分だわ、あ燃えて死んだ燃えて死んだ、結局3分でしたね、ダメだな、せめて2分は行きたいんだけどな、というかリハーサルというかね、初見2分だったんだよ本当。初見2分だったのになんかやるたびにタイムが落ちてるのはなぜ。
なぜだ、なぜだ。あ、赤い。さっきまでずっと青だったのに赤い。間違えた。痛い痛い痛い。あ、間違えた。それじゃなかったのに。それがないとここで使えない。ね、軸攻撃がやっぱ弱いんだよな、オロチさんは。軸がちょっとずれるんだよ。ほら、微妙に当たってない。微妙に当たってない、もう。ふぅ。何秒 ?1 分経ってもたんじゃないこれ。いや、そして赤だ、また。ほら、45秒も経ってる。で、またクラークだわ。こっち。こっち来る。で、投げられる。投げられる。あ、遅かった。もう、遅かった。てか、なんで今だを2回連続。勘弁して。どうしよう。どうしよう。ひるんで、あ、ひるんだ。また今だ来る。もうこれ、これ、なんでこれ、攻撃力じゃないや、戦闘力2万あるんで、2万あるのに、ひるんでくれ。あ、やべ、体力がやばい、体力がやばい、体力がやばい。しんしんしん、しんしんしん、やばいやばい。あ、やっと。まだか。すごいな、この。マジで減らね。今回どういうことだ。いや、一応ね、これハメ技があるんだけど、それで勝ちたくない。ハメで勝ってもねって思うからやりたくないんだわ。それでちゃんと見つけて、こう打って、なんでこれ、いつもそうなるのかな。届かないんだよな、いつも。なぜか。痛い。え？もう変わってる。危ない。危ねえ。お、ちゃんと解いた。誰の時に殺したいかわからんからな。うわ、もう、ナルフが来た。よっ。ナルフいるでしょ、ここ。当たるでしょ、当たるでしょ。ナルフに当たってない。あれ、ナルフか、大丈夫か。よかった、2人に当たった。2人に当たったのに死なない、この体。スーパーアーマーで突っ込んできた、いきなり。終わった。やっぱり3分かかってるね。2分で勝てたのは何だったのか。クリティカルになりまくったのかな。わからんな。初見2分は何だったんだろう。もう、いたいた、まだいた。ありがたいことです。いや、ハメ技はあるんだけどね。ハメ技やってみようかな。できるかな。ハメ技があるって聞いたけど、ツイッターではめれますよって書いてた。ツイッターで間違えた、やばい。4秒、あと4秒、あと4秒。3、2、1、0。間に合った。間に合ったけど、こっちが間に合ってない。あ、間に合った。ハメ技いけるかな。あれ、なんか俺勘違いしちゃった。倒した倒した。ハメ技いけるかな。絶対赤しか出ねえの。こうドーンドーンドーンまで来て、はい、こっち。後ろいった、後ろいった。あかんあかんあかん。あ、ダメだった。しかも逆だ、逆だ。
残念。もう無理かな、これ。もう召喚されるでしょ。逆向いてる。あれ、何が起こった。なんかむちゃくちゃなことなってない。おかしくね、なんかおかしくなってるぞ。終わった後の攻撃に食らってる。まだすんのそれ。せっかくいい感じで2分いけそうだったのに。ああミスったー。せっかくはめれるチャンスだったのに、やっぱりはめとか全然使わないとこうなるよねー。ああもったいない。あとね、こいつは食ってくるんだよな。あ、はめれたんじゃないこれ。通用しないぞって言われた。後ろ下がった。なんかあるみたいだね、どっちに行ったらいいとか。お、はめれるぞ。あ、なんでダッシュしたの、もうダメだ。ダメだ。プレイヤースキルが悪いのと、プレイヤースキルが低いのと、だからやめて。プレイヤースキルが低いのとね、あれがあるんですよ、あれ。最初に言ったかな。iPhone6S で、このインフェルノンだと、カクつくんだよって。今までずっとカクついてなかったのに。今からはめたろ。ほらめっちゃハクついてるもん、さっきも。ああなんてー、超ひじゃない、必殺技中に、超こけてる最中に何かしやがった。はい、おしまい。蹴り上げて2人にドーン。過去最低の時間かかってない。もうやめよう、もう録画しないでおこう。恥をさらしているような感じだ。オロチ使って3分以上かかってる。プーみたいになってる。ちょっともうちょっと練習しよう。練習してる間になんか制作終わりそうだな。確か交換でね、全部で1000ぐらいいるんじゃないかな。バトルからこれ2つで500だろ。この後交換で多分500ぐらいいるから、1000貯めればいいから、その間に、やっと慣れたとか言ってる間に終わってるかもしれない。まあ、こんな感じで。でもね、オロチだからこんな敵というか下手くそでも勝ててるけど、本当なんだろう。別のキャラだったら、一瞬でボコられて終わるみたいなね。そんなやばいボスですわ。さすがインフェルノですよ。うまかったらね、ハメでね、こう通常攻撃でベシベシベシって打ち上げた後、相手が転がってくるのを見て、また反対側に通常攻撃で打ち上げるを繰り返せば無限ハメができるっていうね、いうのをツイッターで見て、あ、そんなんできるんか、しなくていいわって思ってね。でもそっちの方が早いんだよね、こうオロチでボコられながら戦うよりそっちの方が早いっていうね、悲しいことに。そんな感じで。はめ技を使って、はめ技って1分半ぐらいでクリアできるのかな、知らないけど、確かそれくらいでクリアしてた、ツイッターの人は。か、俺みたいに強キャラ使って、下手くそでもなんとか3分かけて倒すか、スキル、プレイヤースキルを磨いて2分で倒すか、1分で倒すか、まあ、いろんな遊び方があるんじゃないかな。
まあ、ちなみにこれは初心者お断りのクエストとかイベントなんでかわいそうに、まあ、でもそうだよ本当。少年子プロジェクトとかでも減るなんて初心者無理だからな。なんでもそうだよ、いろんなゲームは初心者お断りクエストいっぱいあるからね、まあ、その辺はまあね、ラルフとクラク弱いんでね、正直取る必要ないじゃないんだけど、今後のためにね、もしかしたら強いの出るかもしれないから、まあ頑張って、まあ、こっちよりもね、もう一個のバレンタインカスミとか座ったんじゃないかな、弱いけど、といったところですわ。では終わります。オーツです。